いきなりユラリンって出てくるとびっくりする。俺のゲームのはずなんだけど俺のゲームのはずなんだけど、知らねえちげえやつの名前が入ってくるっていうね。何すんだっけ実はさ、まだパート1上げてないんだけど、前やった時からさだいぶ空いちゃって、もうなんかわけわかんなくなってんのよ今。とりあえずなんか HP が減ってきたら回復する。なんだっけ、飛空艇で、飛空艇で行くんだっけ。なんか次の町に行くとか、なんかそんなんだって気がする。ちょっと待って、音が聞こえ、俺が今声小さめに喋ってるからそれに合わせてほしい。こんなもんかな。いや今なんかプロテインでさ、ホットケーキとプロテイン混ぜてパンケーキ的なものを作ったんだけどさ、なんかすっげえパサパサして、あれ飛空艇どこああすっげえパサパサしてきたから死にそうなんだ。え？どういうこと？ああ、一緒に壊れたってこと？船ごと。マジ？ありがとう。わしのできることなら何でも言ってくれ。何でも。そうだ。もう一度飛空艇を作ればお前さんたちの役に立つかもしれんな。アーガス王に会うのじゃ、王が飛空艇の秘密を知っている。本当に助かったよ。前いつでもまた来なさい。短い。めちゃくちゃ短い旅路だったけど。飛空艇をもう一回作る。すごいな。コストとか、なんかそういう概念はないんだな。昔旅をしていた魔導士がこの町のどっかに魔法の薬草を隠したらしい。ええ、南の森の中に小人の村があるという。小人の村、あ、寝てる。ああ、デッシュ様、こんなにお慕いしておりますので、シクシク。竜が住むという南の山に行ってしまわれました。デッシュ、デッシュとか言ったね。あのろくでなしに娘のサリーヌは続婚なんだよ。参ったね。あの男どうしても探さなければいけないものがあると言って旅に出しまった。おかげで娘は泣いてばかりさ。あれ、行けそうだな。あれ。なんかどっかからか行けそうだけど。あん？あちち。なんでいちいち触る？触れとまた俺言ってない。ああ、ここか。なるほど。金の針。道具屋。売ってるものは特に変わらないね。あー、でも、山彦草、一応買っとくか。金の針。ちょデッシュという旅の男がフラッとこの町にやってきたの。でも、すぐにまたどっかに行ってしまったわ。ミニマムの魔法を使えば自由に小人になれるんじゃが、デッシュとかいう旅の若い者に最後の一つを打ち持って、なんでそれが必要なことになってんのこれ。ミニマムが。スリル。これは持ってるよな。前の町の装備がミスリルだったから、そのままだ。これ生き返りか。生き返りはただの。各村に常備されてるな。この戦闘回復っていう、なんだかよくわからないものから復活。ゲホゲホ。え？何も起こらなかった。わしがいない間にばあさんが体を悪くしてな。ばあさんしっかりせえ。魔法の薬、エリクサーさえあれば。でけえ声で、でけえ声で誘ってきやがる。それ持ってこいっていうことでしょ。
持ってこいって言いたいけど、なんかそれをなんか持ってこいって言ったことによって、俺たちに何かあったら責任を取らなきゃいけないから、いやー、これがあればなーみたいな、チラッチラみたいなさ、そういう感じなんでしょう。私の踊る気見たい。なんていうか、こう、日本人的な考えだよね。強制にしたら責任取らなきゃいけないから、いや、強制じゃないんですけどね、みたいな。強制じゃないんですけど、これ持ってると結構なんかいろんないいことがあるんだけどなーみたいな。で、だんだん気づけば締め付けがきつくなっていくっていう。グレートボー。鉄の矢。これいいね。これ買おうぜ。ミスリルロック。ミスリルナイフ。ナイフの方が強い。そんなこともなさそうだけど、なんか、能力上がるよってことになってる。なんかよくわからん。あ、聖なる矢か、でも。まあ、ゾンビとかにはこっちの方がいいんだろうけどな。ものすごい、日本人的な。日本人、なんだ？あ、これダメージ食らうんだ。こんなところでダメージ食らったの初めてだな。エリクサー見つけた。あっさり見つかったな。あれ？こんなんだったっけ？なんか取りに行かなきゃいけないんじゃなかったっけ？こんなにあっさり見つかっていいの？いや、いいけど。これでも、このエリクサーって自分でも使えるのかな？あ、使えるね。でもやめておこう。おぉ。怪しい薬だな。これ大丈夫かこれ。合法の薬かこれ。ありがとう。お前さんたちに二度も助けられた王僧だ。そこの壁のろうそくをしてごらん。昔引く手の倉庫にしていた洞窟に行ける。もしかしたら何か役に立つものがあるかもしれん。ち。これで何回でも。あ、あれ、どこ何？その壁のろうそく。あ、これ？あ、こっち？ファミコン版だとこう無限に指導が飛んでって画面外に行っちゃうっていう。バグなのがなんだかよくわかんねえ。あれがあったと思うんだけど。鉄の矢。グレートボウ置いてたらマジで切れるぞ、俺。ポーション。腹立たしいわ。逆に腹立つよね、これ。こんなんだったらない方がいいよな。腹立たしいわ。で、なんか次何をするっていうヒントが全然ないんだけど。わあ。普通に戦えそうではある。経験値的にはどうなの？てか、弱えな、敵。いや、前のエリアから敵変わってなくないこれ。レベル上げろって言われればまだ全然上がるけどね。あれ？あれ？カムあるけど。なんだこれ、キラービー、バグベア。弱っ。山に登られってことでしょ、じゃあ。だってそこしか行くところないからな。なんで行かなきゃいけないのかよくわからないけど。ここしか行く。おぉ。ドラゴンの山。ダイブイーグル。ダイブイーグル、これ何してくるやつだったの？石化とかじゃないの？強っ。俺らが。まあ、ちょっとレベル上げてきたからな。
全然攻撃が通らない。金のあれ。ルフ？何ルフだって。ルフ？こいつかい信じてくるに。今自分で口に出して思ったんだけど、ルフってめっちゃ言いづれやん。ルフ。エスナ的な魔法は今んとこないからな。暗闇状態ですよ。絶対使わねえだろ、その魔法。エアロが黒。あ、白魔法か。じゃあ、モンスト。エアロが、あ、2か。でも普通に魔法を使ってんのが強いんだよな。なんかエアロが結構効くみたいなこと言ってたから、エアロ使ってみる。ムンムンの弓とそんなに変わんねえな。ていうか別に殴ってるのもそんなに変わらんわ俺。連れてこれた。ドラゴンの巣。ほんぎゃー。今のうち殺しておいたよ。おそおそ。え、おやまあ、こんなとこで人に会うなんて。ばあさんみたいな言い方さ。お前さんたちもこのドラゴンに捕まったのかい。ドジだね。そういうあんただって。誰が言ってんだろうな。え、そうかそうか、はっはっは。俺は弟子。俺はユラニン。ユラニンさんが言ってんだ。俺はユラニン。ペンネームで自己紹介するんだ。実は俺記憶喪失でね、名前以外のことは思い出せないんだ。だけど何かをしなくちゃいけないんだ。それが何だかわからない。まあ、それを言うなら全員ペンネームみたいなもんだから。俺が言ったら俺だけ本名だけど。空からドラゴンが襲いかかってきた。まともに戦っても勝ち目はねえ。絶対逃げるんだ。逃げるんだ、逃げるんだ。まあ、ここで戦うっていう悪ふざけをしてもいいんだけど、絶対勝てないってことを知ってるので、逃げます。ムムン置き去りに。これやるよ。ミニモノっていう魔法なんだから、どうせ俺には使いこなせない。その代わりと言っちゃなんだが、お前さんたちと一緒に旅をさせてくれ。あ、俺たちは構わないけど。もうそっか、なら決まりだ。俺たちはパートナーだぜ。よろしくな。なれなれしいやつさ。百割のカエルみたいな。百割のカエルを思い出したわ。初回の実況で何をお話ししたかってもう忘れちゃったな。100ワニの話とかしたっけ。アマプラに今さ、100ワニがあるんだよ。え、なんだこりゃ。なんでこんなとこに来んのこれ。おいらはこの森の不思議な水を汲みに南の小人の森から来たんだ。小人しか入ることのできない小人の村さ。あんたたちもミニマモを持ってるなら小人になって小人の森トーザスに行ってごらんよ。人はミニオンの白魔法か。ステータスが回復した。なんだステータスが回復したって。これかな。見かけねえ顔だな。ミラノス山脈を貫く洞窟があるんだ。そこを通ればバイキンの住むミラルカダに出ることができる。
入れるのこれ。あ、入れるんだ。へぇ。ケアルラを見つけた。すげえ回るな。服を見つけた。どっけしたな。はい。ああ、助かった。何か食べ物にでも当たったらしい。本当に助かったよ。俺に私の宝をあげよう。その、この階段を降りていってごらん。その先にはミラル界の抜け道もある。シェルコ。ここは後で行くんだろうな。とりあえずちょっとこの中を見て回らないと。ああ、ドアがあるとこしか入れないんだね。あ、間違えた。休んだばっかりなのに。勢いで、休んでしまった。ああ、よく寝た。ケアルラは？あ、3なんだ。熟練度上げてかないと厳しいね。で、アマプラに100ワニがあってさ、アマプラに来たら見ようぜって言ってたんだよ。で、まあ、で、来て、え、何？小人のパンを使えば世界観見える。なんだっすよ。怪しい宗教の勧誘文句みたいだ。で、なんか来たはいいけどさ、なんか別になんか興味がさほどあるわけじゃないから、そんなに見る気も起きなかったんだけど、まあいい加減ちょっと一回見てみようぜと。エアロー。ファイヤー、ブリザード、スリプル、サンダー、ポイズン、グライト。ムンムンってファイヤーしか持ってなくなかったんだっけ？あ、違うか。サンダーがないんだ。サンダー、ポイズン、グライト。これどうなるの？あ、こうなるのか。戦闘中に魔法使ってないからあれなんだろうな。魔法の値が伸びないんだろうな。魔法もちょっと使ってった方がいいな。というのもさ、このゲームのめんどくさ要素で、この小人の状態でさ、戦わなきゃいけないっていうことが結構あるんだよ。カエルとか。で、その時、物理攻撃がすっげえ弱くなるから、魔法で攻撃をするしかなくなるんだよね。多分、確か。どうすかな、これ。とりあえず逃げるか。まあ究極言っちゃえばボスさえ倒しちゃいいわけだから、他を全部逃げまくって。エプラホーン、で、なんか、いい加減、まあ、とりあえずめっちゃ面白いかもしんねえから、一回見てみようぜ、つって。1時間だし、って言ってさ、見たんだよ。あ。もう戻っていいのかな、これ。いやー、そしたらさ、なんていうかこう、なんだろうね。一言で言うと、面白くてさ、すっげえ。俺が言う面白いっていうのはいろんな意味が、ものすごく攻撃的な意味が含まれるけど、ふてねさ。ただね、なんかぜひ見ていただきたい。見て感想を聞かせてほしい。船に乗れないバイキングが。岬にある建物はネプトの神殿だ。じっちゃんが詳しいことを知ってるはずだぜ。いらっしゃい、どんなご用件で。まあ、ここで魔法なんで売ってんのかっていうと、そのせいなんだよね。これから小人の状態で、なんか先にネタバレをみたいになっちゃうけどさ、小人状態で戦わなきゃいけないっていう状態が発生するんだよね。だからまあ、その時だけ、まあ、モンスイは魔法使えるからいいんだけど、まあ、ユラリンとヒナミアだよね。この二人を一回魔法使いにしてっていうことをしなきゃいけない。めんどくさい。
だとりあえずちょっとレベルっていうか熟練度上げて、ムンムンの魔法の回数だけ上げておいて、まあそれで勝てると思うんだよね、多分。サンダーラ、ファイラ、ブリザラ、いきなりすげえ魔法来たの。結構いいもん落ちてんな。別に隠れてるわけじゃないぞ。じっちゃんが上がってくるの待ってるんだ。いいからどいてくんない？おい。わしは、バイキングの中でも一番の年寄りのじっちゃんじゃん。自分でことちっちゃんって言うんだな。ここに何？ああ。え？あ、これ大砲なのか。なるほどね。エンタープライズは無傷だ。でも誰も撃ったりはしないよ。海流に襲われて命を落とすだけさ。乗れるんだっけ？あ、乗れるんだ。いや、確か、あ、まあ、一回やろうか、じゃあ。ネプトリン。こういうことです。これはね、絶対勝てなかったはず。なんか大津波とかで全滅させてくれればよかったのすんで中途半端に生き残ったせいでめんどくさいことになってしまう。やっぱ卵入れないとダメだな、これ。ホットケーキ。なんかね、なんかえらいパサつくのと、油分っていうかさ、滑りが全然ないんだよね。なんか食欲が全然湧かない。これだったらデキストリン飲んだ方がよかった。まあ いや、ちょっとレベルを上げたいんだけど、ここがね、小人になれば入れるかなというわけで、この辺りでちょっとレベル上げというか熟練度稼ぎをしたい。あ、あー、まあでもこの先に結構あるからな、一旦やるか。一旦これにしよう。まあこういうゲームだからいいんですよ、これで。違う、なのでこれ、これでいいかな。んで、サンダラ、ミザラ、ファイラ、こんな感じでどうでしょうか。で、一旦宿屋で休みたい。宿屋あったっけ？宿屋っていう概念あったっけ？いや、ぜひ感想を感想を聞きたい。もう一回見たいとは別に思わないけど。あれを見て何を、人が何を感じるのかっていうのをすごい知りたいんだよね。あ、一回しか使えねえよ。あ、まあそっか、そうなっちゃうか。地味な魔法も覚えてないとダメだな、これ。
すいよ。これで地道に熟練度を上げていくしかないと思うんだけど。やっぱファイヤーとか必要だわ、これ。炎属性がいいんじゃなかったかな。ファイヤーでよかったはず。これは、ああ、大丈夫か。これでね、ちょっと熟練度を上げる作業でもしようか。まあいいでしょう、レベル上げも。基本的にレベル上げを、なんていうかこう、レベル上げをひたすらやるゲームだから、このゲームって。なんていうかさ、ダークソウルとかって、なんか究極言っちゃえばさ、SL1 っていうかレベル1でもクリアできたりっていうか、まあそういうプレイもするじゃん、人は。でもファイナルファンタジーとかこういう RPG のさゲームに関してはそれができないからできないっていうか、こっちがそっちの基礎能力が上がらないと敵には絶対勝てないっていう仕組みになってるから、これで熟練度上がるのかな。やるよりも洞窟の中の方が早足になるから、洞窟の中の方がいいんじゃねえかな。敵の強さ大して変わんねえしなっていう気がするんだけど、ちょっと待った、これ反対は何があんの。これなんもねえな。魔法の強化の仕方ってこれでいいのか。これで数って増えていくの？でもなんか固有じゃないよね、これ。共通になってるよね、回数。あ、でもなんか、あー、ん？なんかよくわからない。共通になってんのかな、これ。この辺のシステムがいまいちよくわからない。どいて。ちょ、どけ。ダメか。ああ、そっか。小人じゃないとダメなんだもんな。じゃあダメだ。じゃあやっぱ向こうでやるしかねえわ。それか、このままミニマムにして、小人で、あそこの洞窟の中に行ってみるかだな。その方が効率いいかもしれない。弱い敵と、戦っても熟練って上がんないんだったかな。なんかいろいろ細かい何かがあったと思うんだけど、あともうすでにファイヤー覚えた方がいいな、これ。ちょっと、神殿行ってみるか。どうせ魔法しか使わないから、話としては変わらないだろうし。ファイヤー一回止まるわ。ファイヤーとミニマムを2人分覚えるようにしておいた方がいいかな。ケアラを、ケアラ一旦外して、こんなに持たしておこう。これでいいだろう。で、モスイに、ファイヤーを持たせたいから、ウィザード外してファイヤー持つか。よし。サンダーが微妙にレベル高いんだな、ってことは。ファイ、え、どうだったかな？火属性の方が効いたと思ったんだけどな、この中って。どうだったかな？
ベアラットリリパッド。確か炎の音がよく聞いたはず。全体掛けの方が良かったか。回数でも全然増えねえよな。回数って何したら増えるんだこれ。こうやって地道に使ってたら上がるんじゃないのこれ。違ったっけもしかして。あれもファミコン版と違ってあれだな、殴られてもそんなに理不尽なダメージ食らわないな。確かファミコン版はね、小人になるとすんげえ理不尽なダメージ食らうんだよね、直接攻撃に食らうと。あ、でも1個増えた、1個増えたね。じゃあもうこれで合ってんだろうな。敵も魔法だったりするからそんなにきつくはない。レベル2とかの魔法とか使ったりした方がちょっと上がり良くなったりするのかな。条件がよくわからん。最近さ、あれこれ前の実況で話したっけか覚えてねえな。まあいいや。あ、でも前の実況した時ってまだあれだな、確か昼間とかに筋トレして、昼間とか朝とかに筋トレしたと思うんだよな。いや、夜中にさ、夜中の2時ぐらいにさ、行ってんだけどさ。で、なんで夜中の2時かっていうと、寝る前に、まあ、みんなちょっと生活のリズムがさ、あれなことになってて、寝る時間が朝の5時とかになってて。で、寝る前に筋トレやって、そのまま寝たいっていうのがさ、あって。で、その夜中の2時ぐらいに行って、だいたい1時間ぐらいで帰ってきて、シャワー入って、なんかちょっとやったらお休みみたいな感じにしてんだよ。で、なんでかっつうと、寝れなくて、最近。とにかく寝れなくて。で、なんか朝一で、トレーニングとか言ってたんだけど、朝になんかね、やらなきゃいけないってなると、俺結構さ、その年齢のせいもあるのかもしんないけど、目覚めんのよ。短い時間で。で、例えば、夜中の2時とか3時とかに寝ても、6時とか7時に起きちゃうのよ。で、別に何もなければ、ああ、早かったなと思って二度寝すりゃいいんだけど、なんか、その日、朝一でトレーニングってなると、なんか目覚めちゃうのね。で、なんか全然睡眠時間足りねえ状態で、こう、行くことになって。なんか目が覚めた時点でもう、興奮状態になっちゃって、寝れなくなるのよ。で、なんかしばらくは別にそれで良かったんだけど、だんだん、何?眠さが、やばいことになってきて、で、結局さ、そんな3時間とかの睡眠で足りるわけないから、日中とかも寝ちゃうわけじゃん。で、しかももうなんか一日中なんかずっと眠い、だるいみたいな。で、力使い切っちゃってるから、すごいなんかしんどい状態で
原稿とかをやらなきゃいけないっていうのが状態化してて、さすがにちょっとこれ良くないなと思って、寝る前の方がいいなっていう。優先順位考えたらそうするべきだよね、普通は。だから、よくさ、軽い運動をした方が、朝一で軽い運動をした方が、その日のなんか、血の巡りとかが良くなって、すごいいいよって言うんだけど、あれはね、おそらくあくまで軽い運動なんだよね。軽い有酸素運動とかさ、軽い筋力トレーニングとかだったら、多分いいんだよ。朝一でやるのって。すごい。まあ、例えば30分歩くとかさ、本当に自重で軽く腕立て伏せとかやるとか、それぐらいだったら朝一にやるのってめちゃくちゃいいと思うんだけど、さすがにね、まあなんていうか、そんなになんか俺めっちゃきついことやってるぞアピールじゃないけど、そこそこのことやってるから、どこそこ体をちゃんと変えようと思ってきっちりやってるから、でそれもね、朝一でやっちゃうとエネルギー使い切っちゃうんだよな。それはちょっと良くないっていうのは、別に俺それ本職じゃないから、それは一日の最後にするべきなんじゃねえのっていうあれで、まあまた変わるかもしんないけど、今はなんか一日のケツにやるっていうことにしてるっていうのと、まあ夜中って人いないからいいなっていう、シンプルに。さすがにね、夜中の2時とか、まあ行き始めてまだそんなに経ってないんだけど、そうだね。人はないね、ほとんど。一人とか、いて一人とか。ああ、でも一回ね、寝てんじゃねえのってやついたわ。ベンチプレスの台で、ほぼ寝てるやついたわ。お前絶対寝てるよねっていう。帰って寝たらっていう。魔法が綺麗さ。強力な魔法を使って終わらせていく。あとはさ、なんか世間的には3月のさ13日だったっけになんかマスクは任意ですみたいな、お好きにどうぞみたいなことになってるらしいんだけどさ、もともと強制された記憶もないんだけど。いやそれで、あ、やば。逆だ。戦闘不能を先に回復させなきゃいけないんだ。だよな。そうだよな。で、俺も別になんか、普通のね、肩とか、あ、ここじゃねえや。肩とかね、腕とかの人が別にマスクしてても別になんとも思わないんだけどさ。さすがにね、足のトレーニングしてるときマスクしてるとマジで吐きそうになるんだよね。だからしんどいからさ。まあ、エニタイム的にはもう1日から OK なんだよ。マスクしなくても。もうどうぞご自由にっていう感じになってて。まあ、しなくてもいいんだよ。で、いつだったかな、普段全然人いないからさ。まあ、正直してようがしてまいがどうでもいいっていう状態になってんだけどさ、たまたま結構人がいる日があってさ、夜中の2時なのにお前らめっちゃ元気なっていう、まあ、あれでも木曜の夜っていうか、金曜の日変わった2時だったから、別に土平日だったと思うんだけど、やたらとなんかね、人がいたんだよな。うわぁ、回復入ってないじゃん。めんどくせぇ。そうなるのか。なぜこんなめんどくさい仕様にしたんだ。全然回数増えねえな、そして。で、まあ、たまたま人がまあまあいてさ、まあまあつっても3、4人だったけどね。いてさ、でみんな、なんかおじさんっていうか、まあ俺と同年代か、ちょい上ぐらいの、おそらくだけど、知らんよ、知らんけど、ぐらいの、人たちでみんなマスクしてなくて、あ、やったぜと思って、こんだけみんなしてなかったらもうなんか堂々としなくていいなと思って、
マスクぶん投げて、足取り、うえーとは言ってねえけど、やってたらさ、なんか後から来た二人ぐらいのなんか若い人が、フルマスクで来てさ、俺一人でめっちゃゼーゼーしながら足取りやっててさ、いや、知らんよ。向こうがどう思ったかとか知らないけどさ、なんか感じ悪いなっていうか、感じ悪いなっていうのは俺がね、俺が感じ悪い、なんだこいつと思われてんじゃねえのかなっていう、謎の被害妄想を抱いてしまって。まあ別にその日はもうなしで通したけど。なんかね、めんどくさいよね。さすがにもうさ、2年とか3年とかこれでやってるからさ、慣れないよね。めんどくせえなと思った。ていうかもうこれクリアできんじゃねえのこれ。行こうぜもう。いいわ、もうめんどくせえわ。なんかこの地味なレベル上げ。逃げればいいから。サーペントソード。そっか、装備できねえ。今までってさ、ああ、残すか。大耳水だ。チュー。この宝石は誰にも渡さない。チュー。お前らなんかこうしてやる。チューって言った後に日本語言うんだね。その、チューが、チューを翻訳するとそうなるんじゃない。まあいいわ。リザラ、サンダラ、ファイラ。とりあえず、ボー。強くねえな。こいつ結構強かったような気がするんだけど。もう一発いける。あ、もう一発いける。これで終わりそうだけど。今までさ、飲み物を飲むときってマスクを一回こう下に下げて飲んでたっていう状態になったわけじゃん。で、今ってそのマスクしてない状態ってさ、もちろん下げるものがないからやらなくていいんだけど、なぜかこう手がこのなんかマスクがあった場所を空振るっていう。弱っ。こんなに弱かったっけ。結構実況で見たとき苦戦してた記憶あるんだけどな。なぜか空を切るっていうね。ことがね、あって。面白かった。自分でちょっと笑っちゃった。何やってんだろうと思って。慣れって怖いね。実際どうなんだろうね。その状態になってさ、みんな一斉に外すのかな。まあ今、どっちにしても時期的に花粉症の時期だからな。花粉がきつい人はマスクするだろうしさ。角合いのかぶと。角合いのよ。まあ俺は正直もうどっちでもいいと思ってんだけど。どっちでもいいんだけど、俺人がいる状態でトレーニングするとしたらマスクするわ。なんでかっつうと、その別になんていうか周りの目が気になるとか唾がどぶとかそういうのを気にしてるわけじゃなくて、顔面が顔面が面白い顔になるから。え、何これ。この宝石は私の心。宝石がなくなれば竜そのものだけが残り暴れ出すのか。さあこれでお授けよう。水の力で生きてを遮るものを打ち砕く水の牙だ。水の牙を熱湯流から受け取る。水はその光を失ってしまった。何者かが大地震を引き起こし、光を地中深く封じたの。頼む、光を取り戻してくれ。ネプトリは深い眠りに落ちた。寝落ちした。これでね、戻していいやつ。
確かね、ファミコン版って、今ってさ、このジョグのチェンジめっちゃ自由にやってるんだけど、確かね、なんかポイントみたいのがあったと思うんだよね。それがなんかすっげえめんどくさかったっていう記憶がある。トンパーの方がいいのかな？トンパー装備してみるか。いちいちなんかそのポイントを貯めなきゃいけないから、それがなんかすっげえめんどくせえなぁみたいな。そんな感じじゃなかったな。よく素手で殴った方が強いような気がするな。ガッツあるじゃねえか。ありがとうよ。すげえ、お前さんたちは本当の勇者だ。強い。約束通りエンタープライズはお前さんたちのものだ。そんなあっさりいいの？まあ、いいならもらいますけど。これ操縦しづらいんだけど。めっちゃ操縦しづらいわ。絶対素手で殴った方が強えわ、これ。どこ行くんだっけ、これ。おー、いきなり村がある。トックルの村。魚影、もう持っていくものは何もないぞい。なんだっすね、殺さんでくれ。金もないものはもうない。どうかこの子だけは助けて。なんで子供だけ外に出してたの、お前。違うんですか、ごめんなさい。てっきり村を襲った兵士たち、兵士がまたやってきたのかと思って。しくしく、主人は捕まって西の砂漠に連れて行かれたのです。アーガスの紋章をつけた兵士たちがやってきて。あの人は無事かしら。ああ、生きていてください。金目のものはない。子供を外に出して自分は中に入るという保身に。悪魔が住んでる。でっかい木が動き回っとるんじゃ。これはこの村を襲った兵士が落としていった紋章、アーガス。まさかアーガス王が。誰なの、アーガス王って。砂漠を越えて西に進んでいたところに自分たちを古代人の末裔とか呼んでいる風変わりな連中が住んでおるぞ。ここはトックル村の村長の家です。どうか村長の話を聞いてください。わしが村長じゃ。実はあの大地震以来、西の砂漠から兵士がやってきて、村の若い者や食料を略奪していくのじゃ。おかげで村はこのありさまじゃ。ああ、困った。暖炉に隠し階段があります。武器を隠してあるのですが、私たちには使えません。どこが武器だ。防具じゃねえか。なんで嘘ついたの。ああ、三節痕。これはさすがに強いんじゃない？そんだけ？そんだけでそんな野蛮なヒャッカーとかと戦えっつうの？なんかあるんだろう？なんか隠してんだろ？金目のものも。なんもねえな。おかしいな。あ、ほら、あった。ラミアの鱗。何、ラミアの鱗って。写真ちゃんのコンフィの魔王効果。写真ちゃんの鱗かもしれない。バッカスの酒。酒とか飲んでねえな、もう。別に好きじゃないからな。冷静になって考えると。飲む必要もないからな。これ、船でどこまで行けるんだったかな。まだ素手の方が強くないか。気のせいか。ああ、そんなに、短期。これ大丈夫か。なんか結構強そうだぞ。
本当にやることそんなにないんだよ。お、雷がよく効く。そんなに強くない。ミラミ、あ、寝ちゃった。全体がピンするか。弱っ。全然大したことなかった。これはなんだ、アーガス城。あ、これがアーガス城か。え、普通に入れる、大丈夫。これ誰もいないけど、ただね、あれだね、マスクは、久々にマスク外してさ、足のトレーニングとかやったら、回数がめっちゃ上がった。やっぱりね、良くないっていうか、しんどいね、マスクしてると。別に大して変わんないでしょって思ってたけど、まあ、しんどいわ。他のトレーニングも結構回数が変わるのかもしれない。めっちゃパサパサだなこれ。これ何？オーウェンの塔。汚ねえな。うわ、敵いるし。敵いねえけど。結構強いって言おうと思ったけど、そうでもない。ここでレベル上げが良さそうだけどね。この辺だと結構強い部類に入るんじゃない。サハリ、その姿勢しんどくない？膝から下がやたらと長えな。そしてあんま行くとこないな。こんなに行くところなかったっけ。船取った時点でなんかもうちょっと自由度があったような気がしたんだけど、そんなこともないか。グリフォン。なんなん、強っ。直接攻撃の方が全然強いじゃないか。まあ空飛んでるやつに弓が特攻なんだろうな。もうそらく。ノッカー。でも別に特攻じゃなくても結構いいダメージ出してる。モスイがちょっとやばくなってきてる。パンチ力がなくなってきてる。でもこれだったらさ、もうあれじゃない、こいつも弓にしてさ、後ろに下げた方がいいんじゃない。せっかく2本もあるんだし。で、あれ、ケアララ。ああ、そっか、持ったままになっちゃうのか。めんどくせえな。まめに外しとかないとな。古代人の村。私たちは超文明を築き上げた古代人の末裔。掟定に従い自然と共に暮らしている。起きて、ポーション、ハイポーション。フェニックスの、ああ、ついにフェニックスの方が来たか。東へ行ったところにチョコボという動物が住む森があります。チョコボ。
ケアルラテレポ、ブライナ、ファイラ、ブリザラ、サンダラ。もう結構いいもん売ってんだな。光の反乱どっち。古代人たちはクリスタルを使い光の力を自由に操ったのじゃ。だがある時光は暴走しだした。世界を破壊しだしたのだ。人間には大きすぎる力だったのじゃ。闇の世界から4人の戦士が現れ光の暴走を食い止めたという。だが古代人はほとんど滅び去った。わずかに生き残った者がこの地に移り住んだのじゃ何を聞いたらこんなにベラ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 喋るのこいつでもなんかさ、よくあの、モンスイさんと喋ってる時にさ、モンスイさんが公園で、なんだっけ、座ってたら、知らないじいさんが話しかけてきて、なんか、ここは、なんだっけ、なんか土地の話をしてくる、なんか、じいさんみたいなのがいてさ、なんか、聞いてもいねえのに、なんか土地の話をやたらと同じ話を何回もしてくるじいさんがいるっていう話を聞いてさ、なんか、それに近いものがあるよね。俺そういう経験ないからな。聞いてもいないのに隣のじじいがいきなり話しかけてきたっていう経験がないわって言おうと思ったらあったわキラーボー。うわー、もうなんかすごいぞ。燃える杖、凍る杖、光る杖。これ道具で使っても効果あったりすんの。試しに1本買ってみるか。あ、やっぱりそうだ。使うとサンダーの効果。防具屋。ハチマキ。魔導士の服。角貝の鎧、剣法衣。フレームメイル。ああ、お金がいっぱい必要だな、これ。なんかちょっとお金稼ぎをしたくなってきた。チョコボで大陸を一周してきたらいいものあげるよ。ああ、こんなのあったな。これやっと終わろうかな、じゃあ。大陸一周の概念がよくわかんねえっていう。こんなんでいいんだったかな。さあ、床屋っていうか、1000円カットの店行ってさ、で結構並んでて待ってたのよ。待ってたら携帯とかスマホ見てたっけ、隣のなんかじいさんが急に話しかけてきてさ、その靴いいですねみたいなこと急に言ってきてその靴いいですねじゃない、その靴いいね兄ちゃんみたいな感じでさ話しかけてきて、あはーみたいな。いやでもあれっすよ、これめっちゃ安いっすよ、ネットでなんか、あ、じゃあネットでじゃねえか。なんかこれめっちゃ安いやつですよ、みたいな。2000円ぐらいで買ったやつなんですよね。どこで売ってんのみたいな。ああ、なんかインターネットでAmazon とか調べたらそこで売ってますよ、みたいな。そんな話したことあるわ、そういえば。で、スマホを持ってたからスマホ見せて、ここで買えます、みたいな。これでいいんだったかな。でも別にそれは本当に話しかけられたっていうだけであって、モスイさんみたいに同じ話を何回もよくわからない話をされたっていうわけではない。小人のパン。こっからどうすんだっけな、硬いのと格闘家の攻撃が全然通らなくなってる。これ絶対素手の方が強いだろう。でも素手だと熟練度が上がらないとか、なんかそういうのあんのかな。絶対捨てるのが強いだろこれ。あと杖はあれだな、小人になった時とかに使うのが
いいんだろうな、多分。普段使いで装備するもんじゃない。まあ、精神力とかが上がるから、そういう意味ではいいのかもしれないけど。本当にどういう話か、契約方をしたらあんなに喋ってくるジジイが生まれるんだろう。基本的にどうやって話しかけてるんだろうな。よくさ、あのコマンドとして RPG のゲームってさ、コマンドとして当たり前のように話すっていうコマンドがあるけどさ、どうやって話しかけてるんだろうな。でなんかその反応が結構さ、いろいろあるじゃん。急にさっきのジジイみたいにさ、よくわからないことを言ってくるジジイもいればさ、ここは何々の村ですとしか言ってこない人もいるわけじゃん。なんて言って話しかけてるのかがすごい気になる。基本的に同じ話しかけ方をしてああいう答えが返ってきてるのか、人によって聞くことを変えてるのか。どういう生き物だ口に羽が生えて、絶対素手の方が強いし。魔法の回数は多少伸びてるかな。でもレベル3の魔法とか全然実用的じゃないよね。 1,2 回しか使えないもんな。まあ殴った方が強いよ。船どこ？これだったらでもあれだよな。さっきの塔に行った方が、次の目的地ってあそこの塔だったかな。確かね、あそこもね、めんどくさいんだよね。カエル状態じゃないと入れないとか、なんかそんなんだった気がする。この先、まだあったかな、そういうの。なんか小人とかカエルじゃないとダメですみたいな。割とめんどくさめな。ここ何？生きている森。長老を連れ去った魔導士は自分の弱点を変えることができます。それを見破る力がなくては倒すことはできないかもしれません。この森は生きています。え、長老は木の城の形に刻まれて砂漠をさまよっています。助けて。長老って誰？範囲はバリアチェンジします。自分の弱点を変えることができる。長老の木が戻らなければ、もうじきこの村は死んでし、ああ、この森は死んでしまいます。みんな枯れてしまう。アーガス城の神官範囲が長老に呪いをかけた。長老って誰？私は泣いています。私は泣いています。この森には1万年を生きる長老の木がありました。それを魔導士が呪いをかけ、どこかに連れ去ってしまったのです。私たちはこの森の妖精。こいつらのツイッターかこれ。何を聞いてこんな答えが返ってきてるの。なんか先にあるぞまだ。つぶやき。こいつらのブログかツイッターなのかもしれない。これカメラでいけるよね。もしかして今二刀流になってる。あ、二刀流だった。盾持たした方がいいような気するんだけどね。あ、ネッシーがネッシーがいるぞ。弱っこれマジかっつうぐらい弱くなるな。恐竜じゃないとダメだな。
ランク差1個つけるならすっごい船が操作しづらいこのゲームで。多分飛空艇とかはさ問題ないんだけど、船ってあの地面とかに触れたらさ地面に降りちゃうじゃん。だからなんか厄介。うわなんかすげえの出てきたな。ハーミット、こんな真っ赤になることあるっていうぐらい真っ赤だ。あん？なんだ？ああ毒か。うわあ、振り合い。あんま強くねえな。前列後列が分かりづらいなこのゲーム。あとどうでもいいけど。確かね、トードの魔法がどっかに落ちてんじゃなかったかな。でそれでトード使っていきなさいみたいな。なんかそんな感じだった気するんだけど、違ったかな。ファージャルク。できっこないぜ。カエルにでもならなきゃね。あ、違うか。トードの魔法どっかで拾ってこないとダメなのか。どこにあるんだっけ素で忘れたわ。どうすんだっけ、これ。次ここじゃなかった。そもそもここじゃないっていう説もある。城にあるんだっけな。全然覚えてないわ。案外っていうか結構忘れてんだよ。これじゃねえよな。城は全然行くところがないんだよな。そもそもこれしかないもんな。あれどうすんだっけさ完全に忘れた。最初の村からちゃんと話を聞いてきた方がいいかもしれない。知らねえ知らねえじじいが話しかけてきたとかわけわかんねえ。なんか癖つけてないで、ちゃんと話を聞くべきだったのかもしれない今のところ。あれ何、アーガスの王様が飛空艇の秘密を知っているって絡んで聞きたし、それはだいぶ先の話だ。今するべきことではない。めっちゃ強いけど熟練度が全然上がらないっていうことに関しては大丈夫なのかな。そんな感じでいいのかな。確か東堂をねどっかで手に入れなきゃいけなかったと思うんだけど、普通に売ってたっけ。普
普通に売ってんのっけ。さっきあんまりちゃんと見なかったけど、もしかしたら普通に売ってたのかもしれない。いや、売ってないな。あれ？どうすんだっけな。さっきのあれ、なんか妖精のところ、あ、ここじゃないの。で忘れた。トードどうすんだっけ。トードの魔法どっかでもらうかなんかするはずだったと思うんだけど、もらうか拾うかなんかすると思うんだけど、ハリーとかそれはまだ後の話だよな。確かどうだったっけ。応援の塔にハインがいるんだったっけ。あれ全然わかんねえな。ここ行ける。ここって何やったっけ。ここもチョコか。この洞窟って何だ。グルガン族の谷。おお、なんだ。ここはグルガン族の谷。グルガン族は生まれた時から目が見えない。その代わり第六感的なものがあった。第六感的なもの。土の力は岡から三つの光を封じた。そして自らの力。ドワーフの住む島に炎の力が。塔が赤い炎を出して崩れ去ろうとすると夢を変える男は目覚める。こいつらのツイッターがどうでもいい独り言。生きてる森、命ある森がお前たちを呼んでいる。もう言ったよそこ。え、この魔法を使い北にいる大江の塔に入りなさい。デッシュ、そなたの運命が待ってよ。ああ、ここか。なるほどね。なるほどなるほど。オッケーオッケー。じゃあ炎の塔、氷の塔。あれ俺何の棒買ったんだっけ。ああよかった、光る杖だった。無駄にならなかった。よかったよかった。またイラつかせられるところだった。無駄金使ってお疲れ様っていう開発者側からのメッセージを。